あのビル・ゲイツにしましょうか。自分のことをこの世の誰とも比べてはいけない。それは自分自身を払拭する行為だ。これちょっと漢字読めないな。<laughs> 侮辱だ。いいの侮辱かな。それは自分自身を侮辱する行為だと。ビル・ゲイツですね。マイクロソフト。 まあそのいい意味で僕は比べるのはいいと思うんですよ。自分の自己成長のために比べるのは別にいいと思うんですけど結局うーそれもキリがないので自分の設定をねこう決めることも大事なんですよね。うん難しいんですけど要はんビジネスをやっていると、まあ、必ず他者はいるので他者との戦いなんですよ。だから他,者と他者の成否を見ない。 他社のの市場をを見ない俺はこの商品を売るんだでもうーん他,他社にもっといい商品があるとかね他社にもっとい安い価格で売ってるとかねだから負けるんでだからそこはねまあビジネスライクに考えると、まあ、ある程度まあ見ないといけない部分はあるかなと思いますねうんだからいい意味でまあ見ていくってことは大事かなと思いますね比べ,る比べるんだけども 自分の身の丈も設定しとくっていう,うん。まあこれ非常に難しいとこなんですよね。僕はなんか他人と比べちゃいけないよっていうのが結構、まあ、いろんな人が言ってるんだけど別にその比べてもいいんだけどもなんすかねうーんそこはまあちょっとうまく言葉で表せないですけどうん比べることは悪くないと思うんですよね。まあビル・ゲイズはね侮辱する行為だ言うてますけど。 うんまあ少なくてもビル・ゲイツもあのアップルと戦ってたので、まあ、アップルと比べてた部分はあると思いますよでもこれ生き方というかねなんか自分の生き方というかライフというか、まあ、そこに関しては自分はこういう生き方がいいっていうところで比べてもあんま意味がないかなとだかビジネスライクだと、まあ、比べてるだろうしビル・ゲイツもね、うん、比較してるだろうし アップルがこのの出したと。うちもちょっと出そうかな、みたいな。うん。そう。だって、マイクロソフトも結局その、なんだマイクロソフト、なんだスマホい。そのマイクロソフトも結局そのデバイス、スマホをこう、なんだ出してるけど、あんまり売れてないんですよ。うちはそのソフトの会社だからね。マイクロソフト言うてるが、ソフトの会社だからデバイスは作らないみたいなね。 で、比較してなかったらデバイスな作ってないと思うんですよ。多分ソフトのみですよね。OS だったりとかソフトのみ多分やってたらと思うんですけども、これ2020年ですね。マイクロソフト20年にスマホ事業参入っつってね。あの、2年前にスマホの入ってきたわけですよ。でもあんまり思うようにあの言ってないと思うんですよね。うん。だまあ比較してると思います。 そこは <laughs>。うん。そう。まあ、ここは非常に難しいですね。うん、でも、生き方に関しては比べなくてもいいんじゃないかなと。自分はこうだと。うん。そう、欲しいものとかもそうなんですよ。自分が欲しいもの、自分が生活に欲しいものだったり、自分が欲しいものって、うーん。なんですかね。本当に欲しいかどうかっていう。だから、そこは向き合っていかないと、なんか、 ぼやけちゃうとんだからあのー、久保さんも結局そのキットを買った理由ってテレビ番組に影響されていてそのテレビ番組はなかったら絶対キット買ってないだろうし、うん、<laughs> 僕も GTR マガジンっていう雑誌がなかったら多分買ってないだろうし影響されてるんですよねかっこいいなっていうでもそこで自分がうこちこから本当にこれいいなって。 と思えるか思えないかっていうのが人それぞれだと思うんですよ。まあキットのね、僕も見てましたけど、あの面白かったですよね。そう、あ車が喋るっていう。う久保さんあのあれですよ。僕の車ちょっと OS というかちょっとアップデートして、アレクサっつったらアレクサなんて天気教えてとかアレクサ曲かけてたら <laughs> あの流れるようになりました。 この前、車検してちょっとなんかコンピューターバージョンアップしてアレクサ対応になってすごいっすね <laughs>。車が本当に喋ってくれるし久保さんの場合はもう設定しか多分無理だと思うんですよでも、アレクサの場合は最新の,ねあのあれは情報をくれるんですごいっすねだからうーん時代は進んだなっていう本当に車と対話できるというか。 うん、ただちょっとね、ラグがあるんですけどね、ちょっと。まあそれも、まあバージョンアップすればまたちょっとラグはなくなってくるのかわかんないですけど。うん、でもちょっと感動っすね。うん、これ曲かけてっつったら、あと天気なんぼっつったら、しかも GPS で移動してるんだけども、その地、天気教えてっつったら、その GPS の、そのその地区の天気を応報出してくれるんですよ。すごい時代っすね <laughs>、うん。 いっ,てらっしゃい